アウトコース見送っています。インサイド落ちました。これはどうだ、ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター菊池、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。グリフィン、まずは先頭バッターを打ち取っています。速いボール、膝元決まってストライク、ノーボール、ツーストライク。低め外れました。これが4球目。誘ったんですけど見極められましたね。振ってきません、外れています。5球目は何で来るか、打ちました、痛烈、これはどうか、一塁送球、ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース詰まりました、ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。3対3、同点です。先発のグリフィン打席に入ります。バッティングはかなりいいんで狙ってると思いますよ。そうですね。インコース決まってストライク、スピードボールを持っています。ファウルになります。この球は落としましたが決まりません。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。打順はトップに帰ってオコエ、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度痛烈、入れました、ファールボール。アウトコース外れました。これが3球目。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。これが5球目。インサイド落ちました、ここもファウルです。低めは外れました。3ボール2ストライクです。
外れてフォアボール。ワンアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。追い込まれてからよーくやりましたね。そうですよね。最初は変化球できました。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、ボール失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやーこれは残念でしたね。赤星さん、盗塁は失敗してしまいました。貴重な勝ち越しのランナーでしたから大事に行きたかったですよね。そうですか。外れました。外へのボールは入りません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだどうだ、ライトオーバー。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。一球空振りでストライクを奪いました。これは手が出ないか。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外してくるのか。まあ今のはよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。攻め切ることができませんでした。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスだったんですが結局三振に終わりました。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを生かせませんでした。2回終了3対3同点です。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球打ち、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスにはマクフォール入っています。さあ一打勝ち越しという場面、主導権を取られたくないんでね、なんとかしのぎたいですね。なるほど、そうですよね。次が2球目、ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。すぐに追い込みました。このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。勝ち越しのピンチだったんですがなんとかワンアウトです。いい形でアウトが取れましたね。ただここからが大事ですからね。無失点でこの回を追いたいですね。そうですよね。さあこの場面で打席には5番の西川が入っています。
2球目は何で来るか。しっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、バックホームするライト前ヒット。ジャイアンツさらにピンチが続きます。ここはキーポイントになるかもしれませんね。さあこの場面でバッターボックスには6番のデイビー入っています。三振を取りたい場面ですよね。ここは外のボール打った、ぐんぐん伸びる。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ、サードランナーホームイン。デイビーきっちりと犠牲フライを決めました。ジャイアンツリードを奪われてしまいました。今のシーンです。この犠牲フライで勝ち越されてしまいました。もう少し厳しいコースに投げ込みたかったですよね。ここで勝ち越されました。犠牲フライでランナーが帰っています。バッターは7番坂倉。ジャイアンツこの回勝ち越しを許しています。初球は何から入ってくるか。見送っています。さあ3球目は何か。力のあるまっすぐですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。4対3、カープが1点リードと変わっています。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあそうですね、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。さあなんとか点を取りたいこの回です。高めストライクになります。ナイスコースですよね。はい、低めのストレートストライク、ワンボールツーストライクと追い込みました。ボテボテ、サードが前に来る、アウト、ワンアウト。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。秋山よく間に合いました。ファインプレイ。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやー、これはいいプレーでしたよね。6番バッター大城、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。はい、2アウトになっています。初球ボール、これが2球目。
めに決まりました。148キロ。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜けました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。打席には7番バッター坂本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド落ちました。センターへ抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。さあジャイアンツ一打同点のチャンスです。まあ早いうちに振り出しに戻しておきたいところですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには中山入っています。